2006年の会場を2009年の会場、WWE 伝道はアメリカ合衆国のプロレス団体 WWE が主催する WWE を中心にプロレス界において顕著な活躍をした人物を表彰する制度である。対象はプロレスラーに限らずマネージャーやプロモーターなどの関係者、さらに WWE にたびたび登場した著名人なども表彰されている。 WWE 電動が設定されたきっかけは、1993年に死去したアンドレ・ザ・ジャイアントである。彼の生前の功績を称える目的で、WWF は同年に WWF 電動を創設した。以降、WWF は1996年まで毎年1回、電動入り人物を発表したが、この当時は特に PPV に連動したイベントとはなっておらず、 独立したセレモニーとして表彰式を行っていた。しかしながら式典の規模は大きなものではなかった。2004年に入り1996年以降行われていなかった殿堂入りが復活する。団体の名称が WWE に変更していたので伝道の名称も WWE 伝道となった。また殿堂入りの表彰は レッスルマニア前日に行われるイベントとして、一連のレッスルマニアの行事に組み込まれ、式典も盛大に行われることとなった。レッスルマニアの当日にも、開催会場において、電動者が紹介される時間が設けられている。2006年にバーアンアニアが殿堂入りして、以降は NWA やアワなど他団体で活動していた、レスラーや関係者の殿堂入りも相次いでいる。 日本を本拠としていたレスラーではアントニオ猪木、藤波達次、重心サンダーライガーが電動入りしており、2017年には力道山がレガシー部門の電動車に迎えられた。2015年からは障害や病気に立ち向かう人々に向けてアルティメットウォリアーの名前を冠したウォリアー賞が新設された。なお藤波達次によれば電動入りした。 プロレスラーに対しては WWE から3ヶ月に一度映像等のロイヤリティの分配が生涯にわたって行われるため単なる名誉にとどまらない一面もある。一方で電動入り後1年間はプロレス活動について WWE の許可が必要になるという話もあり、ザ・グレート・歌舞伎は2016年に電動入りの打診があったものの、 それを理由の一つとして辞退したとしている。6月3日に発表。なお、インダクターとは表彰者の発表と紹介を行う人物のこと。6月9日、メリーランド州ボルチモアのオムニー・ンナー・ハーバー・インターナショナルホテルにて表彰式を開催。6月24日、ペンシルベニア州フィラデルフィアのマリオットホテルにて表彰式を開催。11月16日、 ニューヨーク州ニューヨークのマリオット・マーキスにて表彰式を開催。3月13日、ニューヨーク州ニューヨークのヒルトンにて表彰式を開催。4月2日、カリフォルニア州ロサンゼルスのユニバーサル・アンフィシアターにて表彰式を開催。4月1日、イリノイ州ローズモントのローズモントシアターにて表彰式を開催。3月31日、 ミシガン州デトロイトのフォックスシアターにて表彰式を開催。3月29日、フロリダ州オーランドのアムウェイアリーナにて表彰式を開催。4月4日、テキサス州ヒューストンのトヨタセンターにて表彰式を開催。3月27日、アリゾナ州フェニックスのドッジシアターにて表彰式を開催。4月2日、ジョージア州アトランタのフィリップスアリーナにて 表彰式を開催。3月31日、フロリダ州マイアミのアメリカンエアラインズアリーナにて表彰式を開催。4月6日、ニューヨーク州ニューヨークのマディソンスクエアガーデンにて表彰式を開催。4月5日、ルイジアナ州ニューオーリンズのスムージーキングセンターにて表彰式を開催。3月28日、カリフォルニア州サンノゼの SAP センター,アートサンノゼにて 表彰式を開催。藤波達次のみ、7月3日の両国国技館大会にて日本のファン向けに再度セレモニーを開催。4月2日、テキサス州ダラスのアメリカンエアラインズセンターにて表彰式を開催。3月31日、フロリダ州オーランドのアムウェイセンターで電動入り式典を開催。4月6日、ルイジアナ州ニューオーリンズのスムージーキングセンターで 電動入り式典を開催。4月6日、ニューヨーク州ブルックリンのバークレイズセンターで電動入り式典を開催。ありがとうございます。